来た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 、競馬ビートの裏側を伝える、その名も吉原興業のはみ出し競馬ビート。関西テレビアナウンサー吉原興業です。いやー、年末ですね。寒くなりましたね。ね、だいぶ寒くなってきた。一気に寒くなりましたね。もうね、財布の中も寒くなってきたよ。ありきたりなこと言いました、ね。いや、もうこの時期、有馬記念まで、お財布の中ちゃんと温められるかどうか。いや、厳しいですね。もうドキドキしてますから。僕も先週だいぶ失いました。ね、失いました。だいぶ失いましたね。もうだいぶ失いました。はい、もう瀕死の状態ですけれどもね、はい、ふわふわしております。ふわふわしてますね。はい、世間もね、クリスマスの曲が流れたりして、はいはいはい、ね、浮ついてると言いましょうかね。はい、ふわふわしていると。はい、ふわふわしているといえば、は、はみ出し競馬ビート。ほう。ふわふわしてますよ。え、そうなんですか。10回超えても。ああ、ね、そういう意味で ね。なるほどね。地に足がついてないと。ということでね、個人的に、私の生まれいずる悩みをですね、はい、解決してくださる先輩アナウンサーがですね、はい、今日幸い来てくださってます。呼びました。はい。大丈夫なんかもう、なんか登場になんかお呼び越し感半端ないんですけど、石田和弘アナウンサーですよ。ふわふわやな、お前ほんまに。でしょ、いや、出にくいわ、これ。ということで、石田和弘アナウンサーです。はい、よろしくお願いします。まあ、石田アナウンサーはですね、2014年に中途でこの関西テレビに入ってこられまして、今やプロ野球中継とか大阪国際女子マラソンのメイン1号車の実況も担当されていまして、はいはい、福士加代子選手が優勝した時に隣にいた増田明美さんが涙を流すというね、これ石田さんの振りによってという、泣かした増田さんを泣かした男。いやちょ待ってね、これ競馬の番組やんか、うん、競馬の番組で全然なんか俺競馬のアナウンスしてるってのは一つも紹介してくれないっていうのはすごい切ないけどねもちろん競馬中継も担当してるんですけどついでにみたいな空気やこれ分かってますから、もう本当いやだから競馬だけじゃないよとね、石田アナウンサーね、他のね、野球もやってる、マラソンもやってる、増田明美泣かせてるっていう、マラソンが今マージャンに聞こえるし、もうマージャンだと思いました。マージャンやってないですか。やってないでしょ。マージャンやってない。あ、そうなの。ということで、もう心強い、本当ね、僕の悩みをね聞いてくださるんですよ。いや、このね、この人ね、はい、デスクで結構週の半分ぐらいから思い詰め始めるんですよ、うん、あ、週末に向けて結構。いやいやいや、こう日曜日に実況があるじゃないですか、はいはい、G1 の実況があるとだいたいね、はい、水曜日ぐらいに1回目のピークをね迎えるんですよ。迎える迎える、はい、おかしくなる、うん、なのでその時に1回ちょっとなんか、うん、頭の整理をしてあげないと、はい、変な方向に行くんじゃないかなっていう空気感があったり、ね、ふわっとしたままなんか週末を迎えそうな気配がすごいもうね、はいはい、オーラが出てるんですよ。あ、なるほど。オーラ別に。あ、なるほど。いや、その時はですね、いや、こうオーラ出してます、石田さんお願いしますではないですよ。多分ね、もう出ちゃって、はみ出ちゃってんですよ。そう。なるほど。吉原はみ出ちゃって、はみ出し吉原になっちゃってる。いや、何言ってるか分からないから。だから別にアドバイスをするんじゃなくて、はい、どんな感じって聞くだけ聞いてるんですよ。あ、優しいな。そうなんですよ。そうするとなんかやっぱふわっとしてるから、はい、こんな感じですね。もう本当ね、この人は会社のデスクにいると、はい、なんかね、いろいろふわ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 しながら、ああでもないこうでもない、なんか独り言ブツ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 言うてるわけですよ。はい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 、でこれまたね、デスクにいろんなノートにね書き物してるんですけども、はい、字がめちゃめちゃ細かい。まあ細かいですね。本当に。あ、ちっちゃいんですか。気持ち悪いって言われるぐらい、なんか本当にちっちゃい字で書いてる。A型。A 型。本当 A 型っぽい感じなんですよ。トークは A 型っぽくないんですか。そうなのよ。だから今日ねここに来て言いたかったのは、もうなんでトークはもうちょっと地道にやれへんの。実はここに至るまで結構今カットされてるパートがあると思うんですけど、はいはい、今日初めて分かったのは、はい、こうはみ出し競馬ビートの中で、うん、なんでこんなに毎回尺が長いのかなって思った時に、うん、吉原アナウンサーいろんななんかこう例えようとするんですけど、うん、するする、はい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 、しますね。その尺すげえ無駄やなお前。しかもあんまりまといてないっていう、ね、そう、言い換えてるんですけど、あんま前進してないっていうか、はい、あ、なるほど、分かりやすいっていうことじゃなくて、はい、ただこねくり回してる日が多いよね。誰でこの戦略を呼んだのは。いや本当ということで、先週ですね、私たちは質問を募集したわけですよ。はいはい、そうですね。それで質問がいっぱい来ました。ハッシュタグ、ハッシュタグ、はみ出し競馬、ね、いいじゃないですか。でコメント、質問を募集したところですね、いろいろ来たんで答えていきたいと思うんですけども、うつわものさんからいただいた質問なんですけど、実況アナウンサーによっては馬券を買って実況に臨む人、普段は馬券を買うけど実況の時だけ買わない人、普段から全く買わない人などがいますが、吉原アナはどのタイプですか、うん、また会心の馬券をゲットした時の話をお聞かせください。
という質問が。なるほど。それはやっぱみんな気になりますよね。これ気になりますよね。みんな気になりますね。競馬アナ聞かれる質問、ベスト3に入る質問ですね。あ、入るな。そうですね。なんか普段何見て実況してるんですかっていう質問と並ぶぐらい多いのは、馬券買ってるんですかっていう質問なんですけど、同時に当たってるんですかっていうのとセットで聞かれるんですけどね。僕はですね、あの馬券はですね、普段は買います。普段は買うんですけれども、自分の実況レースになると買いませんっていうパターンですね。あ、それはもう、レースのグレードに関わらず、うん、関わらずだな。準メインとか実況するときも買わないですね。ああ、そうなんですね。というのはやっぱりこうね、僕単細胞なんで、はい、あの自分が買ってる馬を見ちゃって実況しちゃうんですよ。はいはいはい、なので気持ちがそっちに行っちゃうんです、ね。そうなんですね。先頭なんとか2番手なんか、私が買ってる馬はなんとかっていう風に見えちゃうんですよ。はいはいはい。だからなんかいいところにいないとちょっとやっぱ気持ちが出ちゃうんですよね。これ勝たなそうだな、自分の買ってる馬勝たなそうだなってなった時に、あーちゃーみたいな、なんかね、好意に出ちゃうんですよ。なるほど。いらないじゃないですか、視聴者の方からしたら。あーちゃーいらないじゃないですか。だから僕は出ちゃうんで、分かってるんで買いませんみたいな感じなんですけど、石田さんはどうですか？僕も買わないんですよ、実況するレースは。はいはい。普段はまあ買うんですけども、実況レースは買わない。なんでですか？これね、単細胞なんですか？単細胞あんだけリズムかもしれない。あのね、正直に言うとどうでもよくなるんですよ。もう馬券で当たろうが負けようが、正直あの僕ら多分実況はこれみんな共通するとは思うんですけ ど、はいはい、実況がうまくできたとか自分なりのその喋りができたかできなかったかの方が、もう多分ね5万10万当てるよりもよっぽどプライオリティが高いんですよ。かっこいいこと言うな。なるほど。さっきの話とは全く逆じゃないですか。ちょっとなんかこういやらしく聞こえるからあんまりこうね、あの皆さんに言う話じゃないのかもしれないんですけど、やっぱ実況って結構こうその、うん、ね、うん、あのなんて言うんだろう、うん、言葉悪いですけど気持ちよくなるというか、僕ら的に やりがいがすごくあるわけですよ。アドレナリン出ますね、はい、そうなんです、そうなんです、はいはい、だから出てるから、そこでやっぱりなんかうまくいかなかったりとか、うん、なんか自分としては不本意だなっていう実況しちゃった時の落ち込み具合の方が、なるほど、馬券に仮に当たってたとしてもよっぽど大きいし、うんうん、全然そのね、そ3連単当たるよりも、はい、いや今日の実況無事終わったっていう方が大きいなっていう思いが強いので。本当ですか？え、3連単で150万当たっても、うん、自分の実況下手だったら、うん、あーってなりますか？ならないね。150万とか額にもよるとは思いますけどね。でもやっぱでもそれぐらいの価値があるものだと、自分の実況に対する思い入れっていうのはそのもうプライスレスってことですかね。やっぱうまくやりたいから他のところで、うん、僕は割とねスピリチュアルを信じる方なんですけど、はい、運を使いたくないんですよ。なるほど。言ってしまえば、なるほど、はい、なのでそうじゃなくてこの実況をうまくやるっていうところに、まあできればね、うん、集中したいなと思うんですけど、うん、別にじゃあ買ってる人が悪いかっていうとそういうことじゃないんですよ、うん、彼らは彼らで、その彼らというのは括弧川島森尾アナプラス岡安ゆずるアナ。そうですね。そうですね。あの二人は買いますよね、はいはい、もう買う代表はもう川島森アナウンサーですけれども、川島アナ、また買い方もまあまあド派手にね、そうそう、単勝とか絞って買うわけですよ、自分のしゃべる G1 とかを、はい、で数々の実績も残してるわけなんですよ、はい、噂では聞いておりますよ。で彼にじゃあなんで買うんですかと、よく買えますねという話を聞いた時に、うん、彼がいつも言うのは、その方がいろんな馬が見えるじゃないですかと。で彼が買うのはそもそも割と本命じゃないんですよ、その一番人気じゃないんですよ、はいはいはい、でそうなった時にどうしても実況ってやっぱり人気馬中心にするじゃないですか、はいはいはい、で彼が買ってるその割に 5,6 番人気ぐらいの馬が彼の本命のことは多いんですけど、はい、そこまでしっかりと目に入ると、はい、そうなってくると本命を捉えて 2,3 番人気もちゃんと捉えて、さらにその注意の人気の馬もしっかりとなんか自分の中で描写できる。でそこが来た時にも全然驚きを持たずに、まあ、驚きを持たずにっていうのはいい意味でですね、はい、慌てることなく対応できる、はい、だからこれ買った方がいいですよと、はい、できるんからね、うん、そう。ということで私たちはみ出し競馬ビートにですね、たくさんの質問をお寄せいただきたいと思いますけれども、はい、ハッシュタグはみ出し、これひらがなで競馬、はい、これ漢字で、はい、あのお寄せしてますので、ということで今日はまあ石田さんをね、お迎えしてお送りしてますけれども、はい、石田さんが好きな競馬実況って
どういう実況なんですか。あんまりこういう話僕もしたことないんですけど。いやだからね、僕もそもそもというかあれですよ、石田さんがそのなぜね、うん、あの関西テレビに来られたのか、うん、でそこにこう競馬がこう関わってたりするのかっていうことも全く知らないですから、うんうん、そうなんですよ。一応ね、外にはまあ私は僕はあの競馬をやりたくて関西テレビに来たんですって、あの外では言ってるんですけど、はい、本当ですか。いやいや本当ですよ。いや正直ね、僕これあの、まあ、関西の局に福岡から来たんですけども、うん、はい、そうですね、おそらく、うん、あの在阪の他の局の募集だったら応募してないと思うんですよ、うんうん、関西テレビは本当に競馬があるから行きたいなと思ったんですよ。あ、そうなんですよ。でじゃあなんで僕はこんなに競馬のこと好きになったかっていうと、まあ、競馬自体は僕の父親も、うん、あの割と競馬をする人で、はい、まあ、父と一緒に割ともう高校ぐらいの時からいろいろこう競馬を見るっていうことはやってたんですけれども、あのちょうど僕がアナウンサーを受ける時2000年だったんですけども、2000年の日本ダービーの三宅さんの実況がもうすごかったっていうので、もう2000年、うん、あれですよ、夢と意地ですよ。ああなるほど、川地か。そうなんですよ、まあ、うん、エアシャカール対アグネスフライトの叩き合いで最後アグネスフライトが、はい、勝って、うん、河内ジョッキーが、初めてダービーを制するっていうレースだったんですけども、うん、はい、あの時にやっぱこうアナウンサーってすごいと思ったんですよね、うん、あ、なるほど。でどこに思ったかっていうと、まあ、うん、普通にこう、20世紀最後の聖戦日本ダービー今スタートってガシャンとスタートしていくわけですよ、うん、でいつもの通り三宅さんのちょっと気合いのこもったこう実況でスタートから煽り気味に入っていって、うん、はい、で最後こうもうエアシャカールがやっぱ皐月賞勝ってるんで主役なんですけれども、はいはい、3コーナーからエアシャカールが上がっていったっていうのは、はい、エアシャカール主役でずっと来ていて、はい、でその直線に入ったところでエアシャカールが先頭、エアシャカールが先頭、外からアグネス飛んでくるっていう、またこうアグネスフライトでフライトにかけて飛んでくる、はい、まあ、この辺はまあいつもの通りちょっとおしゃれな感じも入れながら、はいはいはい、この最後の最後、うん、もうね僕が言うまでもなく競馬ファンの方も覚えてらっしゃると思うんですけども、はいはい、最後エアシャカールかアグネスフライトか、エアシャカールがアグネスフライトが最後が豊かの意地か河内の夢かどっちだでこう、はい、ゴール板の前を通過するっていうので、はいはいはい、競馬のレースを人間のドラマに最後すり替えてこの人フィニッシュさせたっていうのが、はい、当時アナウンサーを目指してた僕にはもう衝撃的で、すげえこの人って思って、最後のあんだけ馬を最後追わなきゃいけない、はい、でも最後にあのジャストで合わせながら、はい、しかも人間対人間のドラマをそこに乗っけたっていうのは、はい、僕の中で感動が2倍3倍4倍もう分かんないぐらいの膨れ上がってて、あれはもしエアシャカールかアグネスファレットかどっちだでゴールさせたのがいいわけですよ。そうですね、全然なんだ問題ない実況なんだけど、はいはい、あそこにその武さんのダービー3連覇か悲願のダービー発生かの河内宏の夢なのかっていう対比にしたところはもう本当すごいと思って、僕今でも実況たるものはいかにこうそのシーンに対して付加価値をつけられるのかみたいなのにすごいこだわって、まあ、考えてできればいいなと思ってるところがあって、その原点はあの日本ダービーの三宅さんの実況なんですよね。もう三宅さんの、まあ、実況いろんないいのがあって皆さんもお好きなものがたくさんあると思うんですけど、あの人のね僕今やっぱり真似したいと思って真似できなくてすごく、どうにかならないかなと思ってるのが、テンションとか感情とかって結構マックスでずっと押し切れてる凄さがあると思うんですよ。結構今僕ら割と4コーナーで1回自分の中でトーンを調整して最後直線のゴール直前でピークを迎えられるようにちょっと計算するようなところがあったりするんですけど、あの人ってやっぱりスタートもそうだし、うん、まあ、道中もどっかやっぱ熱量落としてないし、うん、で最後のそのダービークラスのレースになると3コーナー4コーナーでも割とトーン的にはもうマックスぐらいまで上げて張ってるんですよ、うんうん、でそれを最後まで押していってなおちょっと上げてフィニッシュみたいなのがあって、だからなんだろう、例えばサニーブライアンの、はい、これはもうフロックでも何でもない、はい、2冠達成っていうのも、うん、もうその前ぐらいからもう結構テンションマックスできてるのに、うん、はい、あそこでまたさらに押し切れるというか、はい、だから結局あの人の僕いいなって思うのは熱の伝わり方が他のアナウンサーとはちょっと違うなって思うんですよ、はいはい、だから割と関西テレビの、ね、みんなが目指しているのはやっぱ杉本さん馬場さんの系譜であって、うん、杉本さんとかは割となんて言うんだろう、感情むき出しで喋ってる感じではないというか、はいはい、 そうですね、それをなんて言うんだろう、三宅さんの場合は
どっちかっていうと一緒に興奮してそれをそのまんま出していってで戦ってるっていう印象があって、僕の中ではあれをどうすればできるかって今必死に考えて、なるほど。だからもう三宅さんみたいにあのやっぱねパワーのあるっていうか熱のこもった実況がしたくて、でそれをなんか僕はカンテレの競馬ビートの他のアナウンサーとはちょっとなんか違うもので目指したいなっていうか、割とねやっぱなんていうんですか、皆さんやっぱカンテレの系譜を継いでるんですけど、僕戸ざまじゃないですか、言ったら戸ざまなので、なんか彼らを目指してしまってもむしろ吉原アナウンサーとか川島アナウンサー、僕もう後輩なんですよね、年齢は僕の方が上になってくると彼らの背中を追っててももうなんかこうしょうがないというのがあるので、違うものでなんかちょっとやっぱ彼らに勝ちたいって思っていて、やっぱね熱量とかなんかね魂とか、の中であの人本でね言霊っていう本書いてる、言霊ってやつですよね、言霊の魂の方はあのなんていうんですか、霊の方の魂じゃなくて、あの魂の方です、なんていうんですか、コンですね、コンの方の魂で、魂込めてその言葉に込めて伝えますみたいな感じがあって、やっぱこれいいなと思うんだけど、今でもやっぱり憧れるなというか、やりたいです、これを、2019年これをやりたい、やりましょう石田さん、はい、頑張っていきましょう終わりなのこれ、もうダメだ、いや終わりじゃないですけど、ね、いや頑張っていきましょう、ね、ということで、今週末はですね、はい、もう朝日杯、関西では最後の本当ですね、G1 ですね、朝日杯はちょっといいメンバー揃いました ね面白いですね。無敗馬がこれだけいて、ね、牝馬まで来ちゃったみたいな、ね、どうしますか、おかしいなというね、最初グランアレグリアもね、ジュベナルフィリーズの行くのをね、行くかと思ってたら、はい、あのジュベナルフィリーズでグランアレグリアに負けたダノンファンタジーが勝つ、どんだけ強いんだみたいな、ね、期待感も込めて、ボバの無敗馬もファンタジストとアドマイアマーズがいて、どうですかねっていうようなレースになりました、ね、うん、でもね牝馬ね、ことごとく負けてますから。そうですよね。あのミスエルテもそうでしたね。でもやっぱ勝ってほしいっていうのがなんかね、ファンとしては、うん、なんか牝馬がやっぱボバのレース出てくると、はい、ちょっとなんか応援しちゃいたくなりません？まあそうですね、それはありますね、確かにね。いや僕はもう完全にこうボバ頑張れって、ボバの意地見せろってタイプですけど、確かにね、ね、確かにね、まあまあまあ、ということでどうなのかということで架空実況いきましょうか、はい、うん、また聞きますけど、うん、どちらが、あ、やります、やんないやんないいいですよ全然、どちらいやでもさすがにやっぱり、ね、石田さんにね、先輩にやっぱりこう、僕今週実況するわけではないですから、あの朝日会ヒューティリティステークスね、はいはい、どなたがされるんですか、あ、岡安先輩が、うん、やりましたねやりましたね、嬉しそうだね、いや本当ね、僕すごいなと思いました。岡安、ね、さん帰ってきて、ね、いろんな人がなんか岡安さん帰ってきてよかったですってこう、うん、いうの僕も耳にして、うん、やっぱすごいなと思って、でも僕も一視聴者で岡安さんの実況ずっと見てたから、うん、すごいなんか嬉しいですよね、ね、まあそうですよね、本当、うん、エリザベス女王杯とか本場の優勝でなんか、おいやいや岡安さんっていいですね、確かにね、あの感じはねやっぱいいですよね、そうなんですよ、その岡安さんが朝日からフューチュリティステークスの実況担当しますので、うん、架空実況は私がフルパワーで、はい、そうですね、やりたいと思います。さあ、暮れの阪神、来年春のクラシックに向かって男馬の維持か、それとも2歳世代も怪物牝馬の誕生なるか、スタートしました。あ、グランアレグリアがちょっと出遅れてしまった。グランアレグリア後方からのスタートになりました。先頭はイッツクールが立っています。2番手コパノマーティン、たくましくなった。オーストラリア、アメリカから帰ってきた坂井流星が2番手。その後ろに日本ピロ変装が続いている無敗馬。その後ろからディープダイバーと川田優雅です。その後ろにいました。竹豊とファンタジスト。その内からアドマイヤマーズ。ボバの無敗馬が2頭並んでいます。それからエメラルファイト。その後ろアスターペガサス、クリノガウディ、マイネルサーパス、キラソール、ソルトイブキがいて、その外にケイデンスコールです。ドゴールがいました。そして一番後ろから、
牝馬の無敗馬、グランアレグリアが最後方から続いています。おっと、グランアレグリアがここで動こうというのか、中段まで上がっていった。グランアレグリア中段まで上がっていった。先頭イッツクール、コバノマーティン2番手、日本ピロヘンソンで直線コースに入ってきました。先頭は竹豊、ファンタジストが先頭に変わった。その外からアドマイエマーズ、無敗馬同士の叩き合いになった。さあ、アドマイエマーズがここで先頭に変わる。アドマイエマーズ先頭、その外からもう一頭の無敗馬が来た。グランアレグリアだ。無傷の2頭の叩き合いになった。先頭はアドマイエマーズ、外からグランアレグリア、外からグランアレグリア、怪物牝馬誕生、グランアレグリア1着、2着にアドマイエマーズ、3着川田とディープダイバーでした。ということで、私はボバに頑張ってほしいんですが、はい、グランアレグリアが強かったということでですね、はい、架空実況させてもらいました。なるほど。いや、あのね、時計を見たんですよ。まあ、あの、こんなこと見なくてもいいのかもしれないですけど、はい、時計がやっぱ早い、うん。グランアレグリアは。勝ち時計が。うん、新馬戦で1分33秒6。早い。で、サウジアラビアロイヤルカップでも1分34秒で、うん、あの、新馬戦の時の時計がやっぱね、抜けてる。うん、だから個人的にはね、ケーデンスコールとか、はいはい、逆転ないかなとか、うん、アドマイヤマーズもあれだけ根性ある馬ですから、うん、と思ったんですけど、やっぱりちょっと、ボバをしても強いってなりそうなね、気がするんですよね。どうですか？いかがでしたか、石田さん。うん、いやー、よくやっぱあの頭の中だけであれだけのね、レースを作れるなと思いながらも、うん、でもやっぱグランアレグリア勝っちゃうよね。うん、どう思います？グランアレグリアって。だからジョッキーとかに。いや、僕は勝ってほしいです。うん、ですよね、うん。やっぱりなんだかんだ言ってね、うん、その、いつかアーモンドアイになんかこう並ぶようなライバルが出てきてほしいなっていう中で、うん、ね、それになりそうな気配があるじゃないですか、うん、今の現状としては。いや、ジョッキーとかに聞いても化け物ですよって言うんですよ。いいじゃないですか、皆さんが、うん、でやっぱこの前のレース見ても競馬自体は、まあ、下手って言ったらこれ失礼なんですけど、荒かった、荒いよね、出遅れて途中で上がってって、うん、で今回も架空時期途中で上がらせていただきましたけど、うん、はいはいはい、途中で動いていっても最後に寄せ付けないって、うん、なかなかできないですよね、うん、あれは強かったっすね、本当に強くないと、ね、うん、だから阪神って結構その本当に力が出せる舞台なので、直線も長いし坂があるし、うん、本物の力持ってないと勝ちきれないと思うんですけど、その本物の力持ってそうな牝馬がいるなーっていう、桂君どうですか？あなたも結構穴党ですよね。そうなんですよ、うん、僕やっぱね、こういう馬が出てくると負けることを想定したくなっちゃうんですよね、僕は。あ、じゃあやっぱり狙ってる？狙ってますね、やっぱり今回も外して買いたいなと思ってます。何、はい、僕ね、狙ってるのはね、エメラルファイトです。エメラルファイト、はい、エメラルファイト狙ってます、うん、なんで今年ね、うん、札幌組強いよ。あ、西野デイジーの、うん、札幌で戦ってきた組がめちゃくちゃ活躍してるから、うん、プラス絶対に僕もマイル向きやと思うんで、うん、黒船産駒はね、特にマイルに向く馬結構実は多いですから、うんうん、1008よりもマイルで結果出す馬なんじゃないかなと思って、うん、エメラルファイトぜひ外枠に入ってほしいなと思っております。揉まれないでというかね、はい、そうです、自分のペースでと、はい、いうことでですね、石田さん、うん、こんな感じではみ出し競馬ビートやってます。いろいろねあると思いますけれども、どうでしたこのこの数分間。いやいや、楽しかったですよ。ありがとう。本当ですか？本当楽しかったですか？え、そのちょっとした間があって、いやいやいや、また出てくれますか？いや、また呼んでくれるんですか？いや、呼びますよ、それは呼びますよ。なんかね、やっぱり10回呼ばれないと僕もなんかちょっとどっかで寂しかったわけですよ。ああ、ね、なるほど。やっぱりやっと呼んでいただけて、本当もうなんか今日は嬉しいなと思いました。うん、ありがとうございました。はい。ぜひじゃあまた今度は。はい。はみ出し競馬ビートの、敏腕。考えてないんかい。アナウンサーで言葉出てけえへんって最悪やな。ありがとうございました。